空の上からやってきたシナモン。いろいろあった彼がたどり着いたのは安田健がいるキッチンスタジオだった。シナモンと安田健のゆるどきクッキング。はい、今日は記念すべき第1回目放送ということで、まずはシナモン自己紹介を。シナモンです、よろしく。はい、それだけ？ほら、特技とかは空を飛べるんじゃなかった？やめたんだ、飛ぶの。どうして？地に足をつけていきたくて。なるほど。そして私がアシスタントの安田健です。時間も限られていることですので、レッツクッキング。本日のお料理は安田さん。はい。アシスタント？アシスタントっていうのは助手、仕事の補佐をする人って意味。補佐？お手伝いをする人ってことかな。お手伝いじゃ嫌だ。どうして？お手伝いじゃなくて、安田さんと一緒に本気でお料理したい。本気か。大丈夫、本気で楽しくお料理しましょうね。アシスタントっていうのは肩書きってことだから。肩書き？やめます、アシスタントは。私ただの安田健です。はい、ただのじゃない。安田さんは優しくてかっこいいよ。ありがとう。それじゃあまずはですね、最高で素敵な安田健。いやいや、それはね、最高で素敵でかっこいい安田健。最高で素敵でかっこいい安田健です。じゃあまずはキャベツをですね。お時間になっちゃいました。今日はここまで。最高で素敵でかっこよくておしゃれな安田健、いやスーパー大すごい安田健。